ストライクショット、こんにちは、エクストラークの中の人かなえとリエクスです。はい、ということで今日はこちら、じゃん、重心化竹見和知使ってみた。おー、重心化しました。はい、やっていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。見ていきましょう。じゃん、はい、反射ゲージ、パワー型アンチダメージウォール弱点キラー M、ゲージでアンチブロック、友情コンボが超強落雷、そして副友情コンボが電撃となっています。はい、じゃあまあ最初はみんなには当たりながらじゃなくてもいいか。はい、この速度的な、はい、こんな感じでございます。はい、じゃあちょっと当たっていきます、友情おー、落雷と、あと電気がバーっといったね、まんべんなくいく感じでございます。うんうん、当たります。うん、当たります。おー、おバッチリ、結構削っていきますね。副友情でもいい。はい、うんうんうん、はい、では弱点当たってみます。はい、弱点キラー M。 おお、わー強っ、170。いや、めちゃくちゃいいですねすごいね。はい、 M だね。 M ですね。うん、はい、ということで1段階目のストライクショット打ってみたいと思います。貫通タイプで敵を激しく貫く。お、ということで弱点に向かって、竹見和知の名のもとに雷を限界を超えてとどろけ。はいはい、1段階目でこの威力ですね。すごいいいですね。ね、キラー M なんでね。はい、うん、はい、それでは2段階目の SS 見ていきましょう。はい、いきます。竹見和知の名のもとに雷を限界を超えてとどろけ。すごい、倒しきりましたですね。2段階目だとこのぐらい、うんうんうん、はい、いいですね。ね、20ターンとか止まりますからね。うん、はい、それではステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスはこちらになります。はい、で今回いったのがかまいたち。はい、はい、ブロックとアンチダメージウォール対応しておりました、うん、はい、はい、あと弱点叩くとすごかったですね。かなりね、はい、キラー M が乗ってきました。はい、他エキストラとかでいくと、ここはつくよみゼロですねブロックあるのであれば倒していけますし、うんうん、はい、いいかと思います。うんうんうん、あとは近畿の5の極ですね。はいはいはい、今も使いますもんね。ですね、うんうんうん、はい、高攻撃力なので、はいはい、しっかりと倒していけるかと思います。うん、他にも、うんうん、真珠の聖域、うん、ダオダオの3ですね。ほう、あそこが弱点キラーがすごく有効になってくるので、はーはーはー、活躍するかと思います。はい、はい、ということで、ではポイントこちらです。じゃーん、高攻撃力&弱点キラー M です。うん、攻撃力が33,711、はい、そうですね、うん、でこれゲージが入ってきますもんね。そうですね、うんうんうん、はい、これめちゃくちゃ良かったです。で弱点キラー M と、うん、でこれね、あのメインについてるんで友情にも乗ってくると、はい、いうような感じになっております。はい、ということで以上、じゃん、重心化竹見和知使ってみたでした。はい、はい、皆さんも重心化してね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。バイバイ。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんなモンストで遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからもモンストをよろしく。